教えてマスター Q&A アルゼンチン共和国杯。よろしくお願いします。お願いします。まあね、ちょっと G1 の狭間なんだけどね。ずっと G1 が続く秋の中で、唯一 G1 がない週なんだけど、ただね、ハンデ戦ということもあって、かなり今年もね、混戦模様で馬券的には面白いレースになりそうかなって感じがしますね。はい、ありがとうございます。では早速過去の結果を見ていきたいと思います。まあね、去年なんかはジェフヒーローがね、かなり強い勝ち方をしたんだけど、まあその前、レースのレベルとしてはまあ微妙なんだけど、ただまあオーソリティがいたりとか、こっからね、ジャパンカップにスワーブ・リチャードがいたり、シュバル・グランがいたりとか、まあ昔で言うとジャパンカップに向かう馬がいるんで、まあキャリアがね、浅い馬であれば、ちょっとね、この後も注目なのかなという思う一方で、やっぱね、G2 とはいえハンデ戦なんでね、まあ、G1 には直結しないことも多いかなっていうのが、この結果を見るとわかるのかなと思いますね。私も4年前の3歳の時のオーソリティはすごく印象に残ってます。まあ強かったよね。まあその後ね、その後の年も連覇したんだけど、その後ジャパンカップでも落っことしたかな、このまあね。ありがとうございます。では今年の主な出走予定馬を見ていきたいと思います。まあそうね、こうやって見ていくと、ちょっとね、何が人気になるかわかんないぐらい大混戦模様なのかなって感じがしますね。一応、クロミナンスとかセレシオンあたりが人気なんだけど、そうね、まあ本当ミーチもね、もう本当、80から70後半でかなり大接戦のように、まあ大混戦模様かなという感じがします。で、あとこれね、実はまだハンデ補正前の今ミーチなので、これハンデで補正するとね、もっとギューッと縮まると思うんで、かなり、本当ね、どの馬が来てもおかしくないぐらい、大混戦なので馬券的には面白いレースかなと思ってます。なんか注目の馬いますか？もう誰が一番人気になるかもわからないなってこれ見てて思うんですけど、メーションブレッゲとかはなんかこのレース強すと得意そうな感じがします。まあ、ただ、あれだよね。ハンデがどのくらいになるかもあるけど、ちょっとね、最近のレースを見ると、G2 くらいのちょっと厳しいかなって感もあるんでね、そこが、ハンデと展開どこまで助けられるかってところがポイントなのかなと思いますね。ありがとうございます。では早速コースから見ていきたいと思います。昨年はゼッフィーロが後方打ち目から直線は馬群を割って伸びて勝ち、後方外目から伸びたマイネルウィルトスが2着でした。押さえるべきポイントがあったら教えてください。まあね、去年のゼフィーロはね、かなり強い勝ち方をしたんで、ゼフィーロに関してはね、本当は順調であればね、G1 でも構想可能かなというぐらい能力を秘めてるんだけど、ただまあ、東京2500の特徴っていうか、東京2500メートルってほとんど競馬がないコースで、まあ普段ね、ダービーコースより100メートル長い、2400メートルが基本だと思っていて、そこからちょっと100メートル長くなるっていうイメージだと思っていただければいいのかなと思ってます。で、コース自体はね、直線も長いし、まあ東京の2400メートルよりも100メートルね、スタートからのコーナー、最初のコーナーまでもあるので、枠順の有利不利も、まあ、外枠以外はないかなと思ってます。で、ただまあ問題はね、トラックバイアスで、このね、アルゼンチン共和国杯が行われるのって、天皇賞の翌週で、天皇賞週から、コース代わりになって、トラックバイアスが変わるんだけど、まあ、そのトラックバイアス試合かなっていうところがあります。で、今年の場合は天皇賞がフラットな状態で行われたので、まあ、さらに一周後ってことになると、まあ、基本的には枠順の有利不利もない、客室的にも有利不利のないフラットな馬場状態って思っていただければ、そこまで、このコースが、すごい、どっかが有利ってことはあんまりないので、能力と、まあ、ハンデとか含めて、能力勝負になるのかなと思ってます。ありがとうございます。では続いては天皇賞春からです。6着のサボーナ、8着の名将ブレゲが出走予定です。サボーナは先行打ち目でしたが直線伸びきれず、名将ブレゲは最後方から直線は内を選びましたが届きませんでした。マスターの評価を教えてください。まあそうね。今年の天皇賞って、まあいつもより春先の G1 って、まあ大阪杯も天皇賞もだけど、本当の超一線級がね、海外に行っちゃうんで、なかなか国内のレースが低調なメンバーになりがちなんだけど、まあ天皇賞春はやっぱりね、最近の近年のその長距離を嫌う傾向もあって、やっぱり低調なメンバー構成だったと。で、かつね、若干インが有利なトラックバイアスだったんで、サボーナに関しても後位から中段のインコース。で、名将ブレゲも最後方の打ち目で直線打ちをついてんだよね。なので、まあ着順ほどはつくないし、まあこの2頭だと、まあそのハンデを加味する前で言うと、やっぱサボーナのが上という感じでいいのかなと思ってます。ありがとうございます。続いては日経賞からです。2着のクロミナンス、3着のマイネルウィルトス、
6着のアドマイヤハレーが出走予定です。マテンローレオが放し逃げをしたレースで、クロミナンスは終始外目追走、マイネルウィルトスは中段馬群、アドマイヤハレーは出遅れて、後方でかかり、外をまくっていきました。ゴール前は接戦となりましたが、マスターの評価を教えてください。まあね、一つは、長距離に転戦してから堅実に走ってるので、このメンバーでも通用しそうと。で、まあ、例えばね、3走前の、このメンバーに入ると、まあ、だからどこを見るかだよね。だから、この日経賞を、この3頭、クロミネンス、マイネルイトス、アドマイヤハレ。まあ、マテンローレオがちょっと離したことでペースが上がって、最後クロミナンスが届いたっていう感じもあるので、そうね、評価難しいね。一応若干クロミナンスが、やっぱり着順通り良くて、まあ、マイネルイノスもね、高齢の割によく走ってるんで、崩れないよねっていう感はあるんだけど、まあ、その前のね、ミチュアルで負けた ATCC かなんかを見ると、若干能力の衰えがあるかなって感じがあります。で、ちょっと若干劣るかなって感じなので、まあ、そうね、まあ、アドマイヤハレちょっと劣るんだけど、ただレースとしては、後方でかかって外をまくっていったとかって内容があるんで、まあ、ハンデ次第では入れ替わるぐらいの能力差なので、どれがいいって感じではないんだけど、ただまあ、今回のメンバーならば、この3頭ともね、無視はできないのかなと思います。ありがとうございます。では続いては目黒記念からです。3着のクロミナンス、5着のマイネルウィルトス、10着の名将ブレゲが出走予定です。K.I. サンデラガが放し逃げをして、クロミナンスはその後ろの先行外目から馬群に入れて直線は伸び、マイネルウィルトスは後方外目から追い込み、名将ブレゲは最後方からコーナーで大外を回っていました。名将ブレゲはこの後、京都大賞典で後方1目から直線追い込んで3着でした。マスターの評価を教えてください。まあね、目黒記念もね、あんまりレースとレベルは高くないんだよね。で、どちらかっていうとスローの前残りの競馬で、このレースに関しては、唯一勝ったサシュトレーベが、ちょっと次元の違う強さを見せたよねっていうのが一つです。で、ただね、そうは言っても、この時2着馬のシュバリエローズが、この後ね、京都大賞典勝ってるんだよね。そういうのも踏まえると、実はまあ、今回のメンバーぐらいの上位って見方もできるんで、まあ本当クロミナンスに関しては、今回人気になっても当然かなっていうところと、ね、さっき言ったように前残りの展開だよねってことを加味すると、1列か2列後ろに立つマイネルウィルトスは着差ほど能力差はないよねって見方ができるので、まあ、展開次第ではマイネルウィルトスが逆転があってもおかしくないと。なので、まあ、クロミナンスとマイネルウィルトスどっちがいいかって若干したけど、着差ほどの能力差がないよねっていう感じがこの2頭の評価かなと思います。で、名将ブレゲはね、まあそうね。ちょっと離されちゃったんで、こういうのを見ると、やっぱりこれだったら、クロミナンス、マイネルイトスの2頭を買った方がいいかなとは思います。ありがとうございます。それでは続いての質問です。札幌日経オープンから1着の湘南バシット、7着のアドマイヤハレーが出走予定です。湘南バシットは離れた2番手から伸び、アドマイヤハレーは出遅れて後方外目からの競馬で届きませんでした。アドマイヤハレーは3番人気で6番人気の湘南バシットより人気がありました。マスターの評価を教えてください。まあね、これちょっと評価難しいんだけど、まあ、単純にね、実はこのアドマイヤハレーって馬が日経賞で6着で、で、まくってさっきとね、競馬を見るとそんなにね、上位とは差がない。クロミナンスとか、さっき言った、クロミナンスとマイネルウィトスと、そこまで差がないよねっていう馬を大きく離したっていう意味では価値があると。ただ、まあ難しいね、この湘南バシットも、実は北海道の2戦はね、かなり走ってるんだけど、その前見ると、重賞で通用する感じでもなかったんだよね。だから、まあ、そこをどう見るかっていうところだと思うんだよね。で、例えば東京の2400メートルのメトロポリタンステークスなんかも、まあ、バトルボーンが逃げ切る流れのにスローの2番手追走で負けてたりとか、ここに帰る走るは洋芝の長距離が向いたのかなって感じがしてます。で、まあ、それもね、洋芝が向いたのもあるし、あとね、メンバーも弱いんだよね。まあ、そういうのも前回の2着はゴールデンスナップだし、まあ、そういうのも踏まえると、個人は前回の勝ちっぷり湘南バシットに関しては恵まれたので、2連勝で人気になるんならば、ちょっと評価としては抑えぐらいでとどめるのは妥当かなと思ってます。ありがとうございます。続いてはセレシオンに関しての質問です。新潟記念2着のセレシオンが出走予定です。
セレシオンは出遅れて後方打ち目で、直線はみんなが内を開けていましたが、馬場の内寄りをじりじりと追い込みました。楽な競馬には見えませんでしたが、能力はあると見ていいのでしょうか。マスターは今年の新潟記念のレベルは低いと言っていたと思いますが、今回のメンバーではどう評価しますか？まあ、それはね、新潟記念のレベルはそんな高くなくて、なんでかっていうのはね、勝ったのが新緑化っていうね、まあ、新緑化が楽に先行する展開に恵まれたとはいえ、あまり強くない内容だったのかなと思います。ただ、レース自体は、スローの前残り、だったので、追い込んだのは立派。ただ、みんなが外目を走りすぎたせいで、うまく相手を内をついたよねって見るとそこまでではないのかなと思ってます。なので、まあ、今回、試金石の一戦かなと思ってます。で、新潟記念のレベルは、確かに低いんだけど、ただ、それはいつも言ってるのは、G1 に出てくる、また、この2着の3着かな、キングスパレスなんかの比較の時に、やっぱりメンバーのレベルが低かったよねって話はするんだけど、ただ、彼の場合、ハンデ戦の G2 で、まあ、G3 に毛が生えたぐらいのメンバーって思うと、まあ、セレシオンぐらいでもそこそこ通用する可能性は、差しが届く展開になれば通用する可能性はあるかなと思ってます。なので、G1 のレベルでは低いけど、今回のメンバーの中で言うと、そこそこそんなに極端に低いわけではないかなと思ってます。ありがとうございます。続いてはオールカマーからです。4着のサボーナ、7着のラーグルフ、11着のミクソロジーが出走予定です。マスターのトラックバイアス表では、ややイン有利となっており、内と前を通った馬で決まりました。サボーナは先行外目、ラーグルフは内枠で勝ち馬のレーベンスティールの後ろで内目を追走しましたが、かかっていて、ミクソロジーは8枠で後方からの競馬で届きませんでした。ミクソロジーはダイヤモンドステークス勝ち馬で休み明けでしたが5番人気でした。マスターの評価を教えてください。まあね、これもね、一つ目、まずオールカバーに関してはインコース寄りのトラックバイアスと、あとね、やっぱ例年よりメンバー小粒だった感もあるんだよね。で、レーベンスティールが、まあ、後位の、中から直線も内をついて抜け出すという競馬。で、逃げたアウスバールが2着と。で、離れて2番手追走だった、リカンカブルって8枠の馬が3着と。つまり、ほぼ一択きりの流れと内側有利な展開で決まっただけなので、このレースに関しては差してきたものが強いんだよね。で、サボーナの評価が難しくて、まあ、レーベンスティールが離して逃げて、離れた2番手でリカンカブル。この2頭は、どちらかってロスなくも乗ってるし、周りに馬がいない状態で気分よく走ってると。その外面をサボーナが追走してるんで、まあ、インコース有利のトラックバイアスを考えると、コース取りの差を考えると、そんなに悪くないのかなとは思ってます。で、ただまあ、サボーナ自体も、そうね、神戸新聞杯2着の時もインの3番手の絶好位とか、日経新潮杯8枠13番からの出走だったんだけど、うまく4、5番手のインコースに潜り込んだりとか、まあそういう競馬をしてるんで、で逆にね、函館記念みたいに1枠を引いて外に出すと負けちゃうので、個人的にはこの馬の場合は器用さを活かせるの、先行する器用さがあるんで、後位のインで足を貯めてロスなく競馬ができてどこまでといった感じかなと思ってます。なので、内に潜り込んでさらにインコース有利にトラックバイアスになった時にはかなり評価を上げなきゃいけないかなと思ってます。で、あと、まあ、ラーグルフなんかもね、オールカバー内目、こう、中段の内目で足を溜めて全然伸びなかったので、これは厳しいと。で、ミクソロジーは外を回りすぎなんだけど、そうね。まあ、ただ、この負けたミクソロジーの方が、巻き返す可能性が若干あるかなって感じはするけどね。ラーグルフよりは。で、まあ、ラーグルフなんかね、まあ、もともと金牌勝って3でもそこそこになると思うんで、まあ、ミクソロジーの方が、若干、良くて、でもまあ、その上にはやっぱり、さっきから言ってるサボーナがいいと。ただサボーナに関しても、実績ほどはいつも強い競馬をしてないので、やっぱり内枠でも引いて、インが有利のトラックバイアスで、後位のインで、ちょっと恵まれてどこまでといった感じかなと思ってます。ありがとうございます。続いては最後の質問です。タイランドカップから1着の湘南バシット、3着の早やっこが出走予定です。湘南バシットは先行内目、早やっこは中段外目から追い込みました。今回は逃げ先行馬が少なそうですが、湘南バシットにとってはチャンスになるでしょうか。また早やっこは8歳で人気にならないようであれば買いの一頭でしょうか。ああね、一つ目、タイランドカップの湘南バシットは、まあね、自分から勝ちに行く競馬でね、まあまあ強い内容だったかなって思うところと、たださっきも言ったけど、まあ、その前の成績見ると湘南バシットぐらいが勝つくらいだから、やっぱり札幌の函館の長距離戦線はかなりレベルが低かったのかなと思ってます。なので、
まあ、この2頭だと前回のアッシュオプビーズやっぱり湘南走って買わなきゃいけないんだけど、ただ、まあそうね、湘南走って早い子はかなり離されてるんで、さらなるメンバー強化を考えると、まあいつもね、堅実らしいんで、買わなきゃいけない1頭なんだけど、ただ、今回の G2 ではないね。この馬に関してはやっぱり、福島とか中京とか小倉の、ちょっと弱い G3 ぐらいだったら通用するけど、やっぱ東京の G2 では厳しいかなという見方でいいかなと思ってます。なので、あとはだからね、この2頭の中で湘南バシットを買わなきゃいけないけど、ただ湘南バシットに関してもその前の東京戦とかの内容を見ると、個人的にはなんか成長したっていうよりは、函館札幌の洋芝があったこととメンバーに恵まれたかなと思うと、まああんまり買いたくないし抑え程度の評価を与えれば十分かなと思ってます。ありがとうございます。それでは今週の教えてマスター Q&A アルゼンチン共和国杯でした。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。